今回はまたメルカリの闇ユニオン編というところでやっていきたいと思います。先日メルカリ見てましたら、8万2000円結構高い設定で妥当なんですかね出てまして、なんかこう違和感を覚えたので、動画を撮ってみました。まずもう見た目的におかしいのと、このサイズ表記のところはもう絶対的にこれおかしいですよね。なんかコピーしましたみたいな感じだったので。であとこのボックスなんですけど、これ右が正規品です。でも全然違うなと思いました。でこれですね、多分最近メルカリで評価ゼロが怪しいとかっていう時あるんですけど、もうこの方普通に評価高かったんで、ちょっと今回怖いなと思って偽物とフェイクの判断を少し載せてみました。でフェイクレベルによって違うかもしれません。で、まず箱、先ほどの通りフェイクと、本物リアルもう全然違いますね、もう見た目 で。あと糸、糸って言ってもあのここですね、違いますね、もう全然。あとはお決まりのところで通気口の穴などありました。ヤフオクとメルカリなんですけど、やっぱり本当に要注意だなと思いまして、特にですね、今回のようにこの高評価の方でも偽物出品してるっていうのはちょっと怖いなと思いましたので、年末年始気をつけましょう。